効果だね、これは。はい、ニヤニヤしちゃうね、これは。写真撮っとく？あ、撮っとこう。あ、ポッケにあった。そうそうないもんね。ないな。なんでやねんって話だよ。うん。なんでやねんと思ってるよね、今。うん。はい。多分そっちかの方が撮るやつ。こういうパターンと、こういうパターンで。ちょっと後でカットしてもらう。いかがでしょうか？いいんじゃないですか？いい？いいんじゃないですか？では、マヤジャとしちゃった。うん。そうだよ、ちっちゃい。それを取った瞬間にこれ全部倒してダーンってなっちゃうんでしょ？でも食べるよ。さっき掃除してくれてたし。いただきまーす。はい、いただきます。何からいこう？これも美味しい。いいですね。いくらからいく派なんだ。またウニからいく派なんだ。いただきます。ウニさん2貫あげるか、いくら2貫ちょうだい。食べてから考える。いいよ。ウニうま？ウニがうまいのは本当にお寿司屋さん。うま？お寿司屋さんだね。うん。次。なんかこれさ、何にもいらないの。ところどころ2貫しかないの。うん。喧嘩勃発させんじゃん。ホタテ。そういう作戦？うん。どういう作戦？え、うまっ。よかったね。うん。3人前の、普通に買ったら、あ、じゃあ普通は？ちゃんとこれ説明しなくていいの。今日は出前館です。イエーイ。イエーイ。でも出前館のそのキャンペーンね、32日までだからね、明日までだよ。動画見てる人からしたら。じゃあ我々はギリギリ滑り込んだの。滑り込んだ。なんと、1500円オフなんです。すごいね、初めて注文したらね。そう。あ、うまいわ。いくらも、いくらもなんかあれだね。膜が薄いね、すごく。消えてく。おー、いいじゃないですか。多分嬉しいのはさ、セリがあったかいまだ。うんうん。ね、出来たてなんだなって感じ、ほんとに。あったかいって言ってもね、さすがにこう、ダメに、魚をダメにする服やなってことなくてない。うん。多分言いたいのは、冷蔵されてるものじゃないっていう。あ、そうそうだね。この土日なかなか充実してますね。うん。朝からゴルフ行って。うん。夜には、ハロコ、うん、ハロプロの、ひなフェス？ひなフェス。ユーネクストにね、お試しで入ったからね。アップフロントチャンネルかな。あ、そうなんだ。ユーネクストの中には、そう。だから、多分、ハロープロジェクトじゃないところも見れるんだと思うんだけど、ちゃんとは見てない。なるほど。で、うん、アップフロントはハロープロジェクトなんかやってんの？だから例えばその、愛理ちゃんがいるやつ、卒業生でまだ残ってる子が、M ラインっていうところもあるんだけど、ハロープロジェクト的な感じで M ラインっていうところもあるけど、それもアップフロントだし、あと、アップフロントはレーベルみたいなイメージかな、なんかに、事務所だから、森高千里とか。よ。なるほどね。つけた。うん、よくつけたなと思った。しょっぱいやろ。それしょっぱいやろ。ビールにすると思った。箱がいい。ひなが今日はトークテーマがあるんでしょ。まあもう、ちらっと話したけど、最近、あつしくんにハロプロの勉強をしてもらっているので、昨日見せたひなフェスの感想でも聞こうかなと思って。あ、俺が喋るの？そういうことなの？うん。ひなフェス。ああ。なんかね、今までさしたら、いろいろと紹介してくれてたから、なんかかいつまんではいろんな場所見たことがあって、うん、まあこう当時ではね、あんまり見たことなかったけど、うん、アンジュルム、今年のね、アンジュルムプレミアムもね、見れたんで、アニニコードのやつね。うんうん、確かに。だから、まあね、今年のっていうのはなんとなく、最近のってのは分かるんだけど、昔の2019年だから、知らない、
あまりよくわからないグループとかもいてね、こういう感じかと、みんな若くて元気だなと思いましたよ。おいちゃん2019何があったかっていうと、ハロープロジェクトが20周年だったから、ゲストが豪華な回があったんだよね。うんうん、辻ちゃん、かごちゃん、さやし、さゆみ、ふかきさん、5人だったっけ、多分豪華だったんですよ。豪華だったね。うん、何って辻ちゃんじゃない、かごちゃんがみたいな、かごちゃんがハロプロのステージに帰ってこれるなんてみたいな、まあそういう回でしたね。そういう回でしたね。まああとは、うん、あ、そのハロプロじゃなかった、うん、ひなフェスは2020もやったの。うん、あの無観客でやってたような気がある。あ、なるほどね。2021は見たやつ、アンジュルム見たやつ。あ、あれがそうだったんだ、アンジュルムプレミアムっていうのが、うん、そうそうそう、あれは私たちが見たのはアンジュルムプレミアムだけど、他にも2日間で4公演やの、うん、だからモーニング娘。プレミアムが大体日曜日の夜で撮りみたいな感じで、うん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 、でアンジュルムプレミアムがあって、ジュースジュースプレミアムがあって、多分ツバキとビヨンズが一緒にやったんじゃないか。ツバキとビヨンズ、ビヨンズまだ曲そんなないしさ。うんうん、なるほどね、そういうことだったのか、うん、いやだとしたらやっぱり1級までが立てるし、うん、サイリウム触れるしコールできるしで、そうそうそう、楽しそうだなと思いました。そうだよね、だから最近のね、はい、見てると静かだもんね、はい、はい、コールの入れる場所とか分かんないからまあそれで勉強みたいな感じですよね。私としてはまだカントリーガールズもあるし、うん、船木結ちゃんもいるから、うんうん、もう最高、2019最高って思ったんだけど、結ぶたんは可愛かったですね。うんふん、うん、可愛かったよね。うん、可愛いしさ、スキルあるからね、素晴らしい。あと小田さくらを覚えた。うん、そうだね、どうしても福村瑞希が覚えられない。うん、こんな感じかな。なんかグループっていう風にはあんまりあのひなフェスっていうのは見れなくて、途中でこうメンバーが選抜されて歌ってたりとかさ、うん、俺はどこどこのグループ、どこどこのグループの人とか、さちさんの話がないとわからないから、うんうん、まあ、そういうのをちょっとこう外してみると個人で見てしまって、今までね、神子とか神子綾町、ビヨンズの数名みたいな感じでね、うんうん、知ってる人は何人かいたけど、うん、追加されたのはもういないけど、結ぶたんかな。ね、でも全部あれ、そのジュースジュースも見て、まだ正規もいるね、ユカニャもいるねみたいな、カリンちゃんもいるねみたいな話で、カリンちゃんはこの間タケちゃんのさスカパーのやつで覚えたじゃん、なんか、うんうんうん、カリンちゃん可愛いなとか言って、カリンちゃん可愛い言ってて、これカリンちゃんだよって言いながら、この子可愛いって言ったのはユカニャだった、宮崎さん。あ、そうそう、うんうん、あの、うん、ポニーテールの、そうそうそう、うん、漏れなく卒業してるっていう、やべえなーやべえなそれ。え、じゃあ大丈夫かな、ユハネ。ユハネ大丈夫かな。怖いね怖いね。ユハネとカミコは結構大事だぞ。あ、カミコの方が近いよね多分、卒業と考えると。そうだね、でも最近わかんない、最近の子早いのよ、もう10代で卒業していっちゃうんだから、次のステップに。今はそういう選択肢が増えたと思えば、うん、ね、アイドル始めたらなんかもう、ね、2期目に探すのは終わった後探すのは大変とかっていうものじゃなくなってきてるからね、うん、いろいろあっていいのかもしれないけど、まあでもさ、思うのはなんか昔はそうだったのかわからんけど、アイドルがゴールというかっていうイメージがあったんだけど、最近はなんかこうステップの一個なんだなって思う、うんうん、だからアイドルやってみて、じゃあやっぱり私は合わないから大学に、やめて大学行こうとか、うん、女優やろう、 YouTube やろうとか、そう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 、何でもあるよね。で、あのさやしりほちゃんみたいにダンスもっと本格的に学びたいからって言って、うん、留学するとかね、全然あるよね、うん、うん、なんかテイストが変わってきたというかっていう気がする。いいと思います。なんかなんだろう、今辞めちゃった子が
やり遂げてないっていう話ではなくて、でもなんかまずアイドルとしてやり抜こうっていう感じよりかは、とりあえずアイドルやってみようみたいな、そういう感じなのかなっていう、うんうん、と進むその先が一緒かもしれないけど、アイドルになるっていうものに対してのハードルがさ下がってるというか、まあ、もちろんその有名なグループに入るのは大変だと思うんだけど、その気になれば誰でもアイドルになれる時代だから、そんな感じなのかなってね。アイドルになったらいろんなことできるしね、それこそ女優にもなれるし。そうだよね、なんか芸能への一歩としてはなかなかいいよね、うん、いいよ、いろんなこと体験できるからね、うんうん、モデルもできるし、それにこうなんか雑な扱いをされなそう、あのお笑い芸人とかって結構雑な扱いをされ、うんうん、されてるイメージがあってさ、アイドルはちゃなんかその辺、あ、事務所にいるのかもしれないけどね、まあ、そう、雑っていうか、うん、まああとはその多めにも見てもらえるよね、うん、アイドルだからね、まあまあまあ確かにな、お笑いを取れない、お笑い取れないじゃんみたいなのではないからね、うん、確かにいいじゃん、まあ、いろんなアイドルがいていいんじゃないですかね。でも推してる側はさ、たまたまじゃないもん、まあ、別に大前提、うん、こう私たちとしては、私たちっていうのは どこのどこの立場の人たち推し面がいる人たち、はい、特に女性アイドルをしてるとやっぱなんか卒業とかさ、ちらつくのはしょうがない。いや、あの、なんだろう、結婚して出産してみたいな話もあるし、いつまでもいてくれるものとは思ってないんだけど、でも私その結局その推してるメンバーが幸せになってくれることが一番いいわけ。その本人がいやいやアイドル続けてるとかそんな全然望んでないんだけど、でもなんかすごいどんどん綺麗になっていくねみたいな、どんどんダンスも上手くなるし歌も歌えるようになるし、すごいこれはもうどんどん人気出ちゃうなって思い始めて先に卒業みたいな感じになっちゃうわけよね最近。っていうのはまあしょうがないことだし、別になんだろう、否定はしないけど寂しいみたいな、早っ寂しいみたいな気持ちにはなるよね。何年スパンやのそれって。本当に人によるんだよね。だから時代が変わってきてるから、キュートとかは15年とかさ、やってた、フェリーズ工房とかもさ、10年以上やってて、もう10年以上やるのが当たり前じゃないけど、結構ベースであったんだけど、多分あやちょとかもそうじゃない感じだけど、最近は、どうなんだろう。研修生時代とかも長かったりするしな、研修生制度ができちゃったかちょっと分かんないけど、まあでも3、4年とか短いね。でもさ、うちらからしたら3、4年ってすごい短く思うけどさ、うん、あの10代なわけじゃん。10代のさ3、4年って超長いじゃん。中学校3年間とか、うん、高校3年間を全部さ仕事にみたいな、土日とかないわけじゃん、全部コンサートとかで握手会とかって考えたらさ、まあ長いかって思うけど、もうですかってなっちゃうよね。なるほどね、うん、確かに、うん、まあね、最近のあのアンジュルムの若菜ちゃんとかさ、うんうん、あれ13歳、14歳、うん、そう、13歳かな、今14かもしれない、うん、まあ中学校の2年生とかやん、うん、確かに自分の中学の頃を思い返してみて、うん、やりたいことも変わるし、うん、うんうん、そう、土日にどうしてもこれやりたいとかさ、うん、周りではこういうことやってるから友達とはこれやってみたいとかさ、そういうこう衝動欲望は絶対生まれるよね、うん、うんうん、うん、確かにね、中高生がさ、うん、まあ、高校はまあ日本だったら大体皆さん高校に行くでしょうというのを前提に話をすると、うんうん、その子たちがさ
なんだろう、どういう生活をしてるの。アイドルになるとさ、こう必ずコンサートがあるわけじゃないですか、うん、そこに向けたリハもあってさ、みたいなこと考えると、どういう生活を送ってるんだろうってすごい今ふと気になってしまった。誰も詳しくないし、ちょっとキュートの言ってたことだから、うろ覚えな感じもあるんだけど、まあ、土日は基本的にコンサートか、うん、リハーサルか握手会、うんうん、とか、まあ、イベント系、うん、なんとかアリーナツアーとか全然なくて、うん、イオンでやってみるとかサンシャインでやってみるとか、そういうのも含めてだよね、うん、リーベね、リリースイベントもあるし、平日はレッスンがある、うん、だからそれを親御さんが送り迎えするんだよ。まあ、電車、現地まで送り迎えしてるかは知らんけど、赤羽橋までね、うんうん、じゃあ分からないけど、結構だからやっぱフィギュアスケートとかもそうだけどさ、親の協力は不可欠だなとは思うね、うんうん、でたまに平日にコンサートあるからね。あるよね、うん、そういう時はちょっと早引きしてんのか、それこそ学校まで迎えに行って連れてきてんのかは分からないけど、そう、たけちゃんのスカパーのやつ、うん、見てたじゃん、うん、平日だったじゃん、うん、カミコですって。タケちゃんがカミコに今日休みだったって聞いたときに、いや今日ボイトレでしたみたいな言ってたじゃん。あ、平日にやっぱレッスンあるよねって思うよね。ダンスレッスンもあるし、うん、で今はそれだけじゃなくてさ、 SNS も本当だとブログしかなかったのね、現役メンバーハロープロジェクトの子たちは。辛っ、うん、辛そうだなって思ってなんか見たのから、うん、すごい消化感ある。辛っ、こんな辛いガリある？なんか作ってそうだよね、お店で、うん、あのパックから出しましたみたいな雰囲気じゃない、じゃないね。あー辛っ、すみません、ちょっとあー口の中辛っ。お茶がいいんじゃない、お茶がいいと思う。お吸い物あげよっか。大丈夫。え、なんだっけ、平日もポイトレあるよね。そう、終わった気しない。そう、その後、あ、そうそう、 SNS ね。そう、あ、それだ。昔は現役の子たちは SNS やってなかったの。うん、 Twitter も Instagram ももうアメブロだけみたいな、うん、それだけでも大変そうだなって思ってたんだけど、それが今 Instagram も始めちゃったから、あのレレとかフォローしてるけど、すごいまめに更新してる。多分毎日とか2日に1回ぐらいは見るかな、更新します。しかもインスタもブログも更新してるみたいな感じだから、すごい忙しいんじゃないかなって思ってる。そうだよね、うん、私なんかプライベートでやってるさ、 SNS だってめんどくさいのさ、ね、仕事でやらなきゃいけないって大変だね。逆に仕事だからいいのかな。うん、俺はそうだと思うよ。仕事だからできるんだと思う。これじゃあしまおう。はーい、終わりにする？あ、終わりにする。どうよ、ひなフェスの話全然してないけど、いった。俺はいいと思うよ、してもいいよ。まあ、いった。はい、じゃあ、お腹いっぱい、結構食べた、頑張ったね。頑張った、おいしそうさまでした。ありがとうございました。マグロめっちゃ